ちは何を騒ぐの、あまり実ね欲しいのでさ、誰かと比べる幸せ。まだ今日道具がね、もうかなり不足しています。40セットぐらいあると思うんですが、それが。あなたの視線が愛しくあれば。
べる幸せなんていらない、あなたの視線が愛しくあれば、ああこの世に生まれ巡り合う奇跡、すべての偶然があなたへと続く、そう生きてる限りときめき飾ることより、あなたと生きるこれからの季節、後から感じる幸せよりも今は糸引くような口づけしましょう、ああ生きてる意味を求めたりしない、ただあなたの愛に包む一応プロがどういうふうに気にしてるか皆さんにちょっと言っていいですか、成功率は本当に低いで言い訳を先にさせてください。今日は外のパフォーマンス、風直射日光、これまだ OK、 一番きついのがこの時期特有の乾燥、やっぱり怖い。